い、皆さんこんにちは、阿部の生命です。水病院入り口の信号を越えたらば左折ですよ。安中市原市、あ、もうここですね。こちらがね、柳瀬双子塚古墳のガイダンスセンターの中です。国指定史跡になってます。平成30年10月15日。ああ、これ指定外があったんですね。まあ、国に昇格したんじゃないですかね。平成30年10月15日。立地安中市市街地の南西方、碓井川の左岸の中位段丘、原市安中台地の延辺部に位置しています。古墳付近の標高は約215メートルを測ります。概要。柳瀬双子塚古墳は、安中市域に初めて登場した大型前方後円墳で、古墳時代後期初頭、6世紀初頭に築造されたと考えられます。この地域一帯を支配した有力者の墓と推測されています。また古墳の埋葬部分は横穴式の石室が作られています。この横穴式石室は、神津家地域、さらには東国において、石室が縦穴式から横穴式へ移る最初の頃のものと考えられ、学術的にとても重要な古墳です。なるほどね。6世紀初頭なんで、510とか20とか、そんな雰囲気の頃なんですね。そちらには写真入りでね、上空からの写真もありますけど、確かに、きちんと前方後円墳の状況が、分かりやすいというか、こういった感じの場所にあるんですね。ここにはね、保存整備までの調査の経緯なんですけど、先ほどね、国指定史跡、平成30年10月15日指定ってありましたけど、一番最初にね、指定されたのは、平成24年の11月27日で、安中市の指定史跡だったんですね。で、副葬品なんかですね、市の重要文化財になってますね。でもね、見直されて、市からね、国レベルに一足飛びにね、昇格されたっていうのはなかなか、いいことですよね。こちらね、タッチすると映像がスタートしますってありますけど、タッチしなくても映像スタートしてますよね。ね、関係ないもんね。こんな感じね。ベンガラが塗られていて、赤っぽくなってますね。赤色の塗料です。こちらのパネルはね、石室の説明ですね。そしてタッチするとってありますけど、普通にね。そちらのパネルは湿度異物に関する説明です。こういったものが出たんですね。一番上のね、金箔入りの三連のガラス玉、あれがなかなか良さそうですよね。あとは送信具、勾玉とかね、
一番右上のは耳輪なのかな、まあ、耳飾りっていうかな。それとバグですね。まあ、どんな場所にあるかというとね、まあ、ここがもう磯部温泉の駅ですね。今ここです。こういった場所、まあ、もしもね、まあ、そういった三殿のガラス玉とか、まあ、見たいなと思われる方はこちらのね、学習の森、まあ、群馬県民の人がね、まあ、10月28日かな、まあ、無料で開放されますからね。そして、まあ、これがですね、まあ、発掘前の状況ですよね。まあ、すごい状況になってますよね。まあ、周りにはね、畑が広がっていて、まあ、うっそうとした、まあ、森っていうか、林見たくなってました。それをね、竹とか、まあ、造木を伐採した後、そしてある程度ね、まあ、こういった形を整えるっていうかな、まあ、そんな状況なんですね。まだいろいろなね、出土遺物が、まあ、見つかる前の状態ですね。じゃあ何はともあれ現地に行きましょうね。はい、まあ、こちらがね、国指定史跡に、まあ、なったばかりというか、もう半年ぐらい経ってますけど、柳瀬双子塚古墳です。まあ、こういったね、まあ、典型的っていうか、まあ、南側に、まあ、石室のあるね、公園部にあります。大きいですよね。こういった。左側が前方部。まあ、くびれ部。まあ、後円部。まあ、そこがね、石室の入り口。まあ、入れないんでしょうね。まあ、入れないときにはこういった、まあ、内部のパネルがありますからね。まあ、全長は 11.54 メートル、扇動長 7.47、現室長は 4.07、まあ、高さは 2.2 メートル、天井石、まあ、秋間石、溶結の凝灰岩、近くの薄い側の瓦石を使用している、まあ、壁石には、まあ、赤色顔料ベンガラが、まあ、塗装されています。まあ、確かにね、こんな感じで。すごいですよね。まあ、先ほどもね、出土遺物、まあ、いいものが出ています。はい。どうしようかな。一応、まあ、ここでおしまいにしときますかね。まあ、そこの石室の前までは行きますか。ここにもね、まあ、ガイダンス塔にあった、まあ、石室のね、まあ、図面が書かれていますけど、まあ、これを見る限り、まあ、2段くらいで、まあ、下に下がってるんですね。まあ、先導部分がね。そして、まあ、現室があるという。で、まあ、現室の、まあ、側壁っていうかな、まあ、三方の壁が、まあ、ベンガラでね、まあ、塗られているという、まあ、そのようなことが書かれていますね。やはりね、まあ、そこにすぐにあるんですけど、まあ、扉は開きません。こういった石室の入り口です。はい、これがね、
柳瀬双子塚古墳でした。ご視聴ありがとうございました。